20万人を超える人が亡くなった沖縄戦から今日で72年。太平洋戦争末期、1945年の沖縄戦では、住民を巻き込んだ激しい地上戦で、県民の4人に1人が犠牲になりました。激戦地となった糸満市では、慰霊の日の記念式典が行われています。中継です。梅雨明け直後の眩しい日差しが降り注ぐ中、先ほど始まった式典には安倍総理や翁長知事のほか、多くの県民や遺族らが参列し、平和への思いを馳せています。今年新たに54人が加わり、戦没した24万人余りの名前が刻まれた平和の礎では、朝早くから親族の名前に手を合わせる遺族の姿がありました。これうちの家族なんですよ。これ11名ですね。11名。こっちでもういなくなります。糸満の方で。思い出して辛くなります。夜も眠れなくなる。でも戦争のことは忘れたことはないんですけど、二度と戦争はね、あってほしくないし。父は遺骨は帰ってきたんですけどね。いとこたちは、まだどこで眠ってるかわからないんですよ。何年来ても涙は枯れません。正午の時報とともに黙祷が行われた後、翁長知事による平和宣言では、こちらに平和の礎を作り、先日亡くなった太田元知事の功績や半年前のオスプレイの事故についても言及するものとみられます。